もうガスはどこ？さあ。何なの？ミスターノークスのスチームエンジン。まったく。ミスターノークス！さっきまでそこにいたけど。ノークス！あの子衣装は着てた？もう写真撮るのに。カナダは戻ってきたの？ううん、遅刻。ガス！お勉強中にノークスのエンジンの音がお邪魔してごめんなさい、モッチ先生。みんなにあれこれ命令すな、よせよ。この騒音、我慢できないわ。写真や待ってくれるからさ。あの鈍い、ズーズーしい、単調な音。皆さんこんにちは、演出家の大石達樹です。このアルカディアという作品は京都市内にあるアートコミュニティスペース開花という場所で、稽古創作活動いたしまして、同じく京都市内にあるシアターイナイン京都という劇場で上演をしました。コロナ禍での作品創作っていうのは演出家としては初めてだったので、感染対策についてはめちゃめちゃ試行錯誤しながら行いました。もちろんマスクの着用とか定期的な換気はもちろんのことなんですけれども、稽古場に来た際は必ず検温をしたり、稽古後には毎回使った小道具とか触った備品とかをその使用した人全員で消毒をしていました。今思い返してみると、そういう時間で使った役者さんがそれぞれ自分の使った道具に対して愛着を持っていったんかなとも思いますね。まだまだウィズコロナの時代は続いていくのかなとも思いますね。そんな中で、そういう試行錯誤を多くの人と共有して、どんどんアップデートしていきながら作品作りをしていけたらいいなと思います。我が友セプティマス・ホッチに送る、彼こそこの自然の良き理解者にして最大の支援者なり、エズラ・チュータ・ダークさん、シドリーパークにてタンでかける、タンサッ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 。このアルカディアっていう作品は1993年にイギリスで初演をされて、それ以来その日本のいろんなカンパニーさんが何度もラブコールを、ね、送っていたようなんですけれども、それでやっと上演権が降りたのが2016年のシアターコクーンの公演だったようです。公演のアンケートとかを、あとは知り合いの方にいろいろ話を聞いている限り、すごくこのファンの多い作品なのかなと思いますね。海外戯曲を上演するっていうのは上演権を、取ることの手間であったりとか、いろんなハードルがあると思うんですね。素晴らしい作品なのにあまり上演される機会のない作品に取り組んでいきたいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。チェイターの奥さんが東屋で肉欲的な抱擁をしてるのを見られたって。愛しただけです。奥様の方からあそこで会ってほしいとおっしゃられて、どこかにその手紙があるはずだ。お見せしても構わないが、私がすっぽかして奥様を侮辱しただなんて言っている輩がいるとしたら、それは中傷です。やかましい、この女たちが。この子の家庭教師としてお前の任務はこの子を何も知らないままにしておくことだ。エドワード、逆説をもたらさぐのはおやめなさい。気がつかないうちに面白いこと言っちゃってるわよ。パパに地獄の閻魔帳は必要ないわね。狩猟日誌に全部記録されてるんだから。虐殺の記録ですね。我死神もまたアルカディアにあり。うちの父は、日本車で来た人間は誰であろうと家に入れないんだ。冗談じゃない。バイロンはチェイターを殺したんだ。あ、いや結構よ。よかったら自分で招待して、その方がいいわ。ダンスのパートナーとして。もういいって。お茶ありがとう。いらないなら私がもらっちゃおうっと。ねえ、これ素晴らしい発見だと思わない？バイロン教のお世話係をしておりました者があなた様へのお手紙を届かっていました。ありがとう。なあ、このバカなこと。こんにちは、ナス。とってもロマンチックだわ。死んだ？焼け死んだ。じゃあ
あの火事で死んだ女の子が17歳の誕生日の前の晩に。はい、あなたとプロータスを描いてみたんだけど似てますね。カメはこの絵もらっていいかな。チャスって何の。あ、知らばっくれて。私は今日で17歳よ。君の忍者の正体一目られるよう祈ってる。正面から出てきた方が良さそうだな。実はね、もう正体は突き止めたの。ただ証拠がなくて。いいから出版したまえ。これを探してたの。ありがとう。あらやだ、私ダメなのよ。